旗揚げ当初アイドル的存在でライジンを引っ張ってきた功労者と言っても過言ではない俺たちのカンナが引退してしまう。2016年、ライジン3から参戦している朝倉カンナがライジン48でチャンピオン伊沢聖火相手に最後の戦いに挑む。先日の会見、ご自身の YouTube では清々しかった。ファイティングスピリットがなくなってしまったのか、もう試合するのがしんどい、楽しめない、気持ちは前回の試合でいいと思っていたが、お世話になったスポンサーやファンの人たちのことを考えるとちゃんとけじめをつけなくてはいけない、勝っても負けてもこれで最後と語っていた。ライジンでタイトルマッチを2回経験したり、那須川天心とイチャついたり、いろいろと話題が絶えないファイターであったが、これにて幕を閉じる。チャンピオンの無駄遣い、いろいろと批判の声も見受けられる形での引退マッチとなってしまったが、最後は全力で応援したい。